即発の使用天縁高尾人左端の女性の髪型が即発の一種即発とは女性の髪型の一種。明治時代に洋髪の影響を受けて生まれた簡便な血髪で手間のかかる従来の日本髪に対して考案され新時代を象徴した。文明開化の影響から西洋夫人の髪型にヒントを得て明治頃六名館時代と呼ばれた時期に 上流階級の女性の間に登場した曲げの一軍である。明治から大正期にかけて日本髪と並んで普及した。従来の日本髪は不便、不潔、不経済であるとして、日本女性の風俗改良を目的に、医師の渡辺かなえ、石川栄作らによって提唱され、1885年に、ゆいかたやぐ大礼が発表されると、手軽に自分で言わえ。 和服にも合うとして芝叩く間に流行した。西洋揚げ巻き、西洋下げ巻き、イギリス巻き、イタリア結び、マーガレット、花月巻き、夜会巻き、S 巻き、203コーチ、耳隠しなど、種樹のものが生まれた。即発の大流行により、1890年代、五郎には、銀座の木村屋で、即発の曲げの形に似せてくるくると生地を巻いて、中に干しぶどうを入れた甘い。 即発パンなるものを発売していた。明治18年に従来の血発に油を大量に使う日本紙が衛生上問題があり、不経済かつ不便で文化的ではないとして、医師の渡辺カナイラが日本婦人即発会を設立。即発普及のために配布したパンフレットによって全国に普及したが、流行の常として言い方が複雑化するうちに生発量を多用したり長い。 間発型が崩れるのを嫌って、先発をしないことが多くなり返って、衛生上に問題が起こった。新日本神昭和に入ると、そのような西洋偏重の傾向に疑問が持たれ、大量の生発量を使わず簡単に言われる新日本神が発明され一種の復興運動が起こった。日本画の巨匠の一人で美人画に非凡な才能を発揮した上村松園は、特に、 日本髪の美を愛し、耳隠し、行方不明などの即発に使われる皮膚に危険な薬品や焼きごてで髪を縮らせるパーマネントに疑問を投げかけている。久し髪の女性いわゆる、ア・ラ・ポンパドゥールという王政フランスの宮廷で起こった流行の中で誕生した髪型を真似たものであり、その影響で前髪を高く膨らませる形が発展して対象後の髪全体が カーバンでも被ったように膨らんで見える、久し神へと変遷していった。明治30年代頃、女優の川上貞役子が始めてから、大正の初めにかけて流行し、女学生が多く用いたことから、久し神は女学生の衣装ともなった。大正時代、新派の女優たちが始めた即発の一つ。それまでの即発には欠かせなかった、久し部分のボリュームを出すための詰め物を入れず、 瓶付け油も使わない自由度の高い髪型。新派女優の山川浦路の広すぎる国に似合う髪型として、天平時代の欠髪を真似て、夫で俳優の上山総人が考案したとされる。ABCD 即発即発ことばん即発、図解一の石紙博物館第三編明治、時代後期、パンの明治百年史パンの明治百年史観光会。 1970年 P218 優しい化粧文化史入門編第11回自由なヘアスタイルの始まりポーラ文化研究所上山総人長ヘビザケありがとうございます